はーい、どもれいです。今回ですね、こちらの絆決戦 VS シャンクスの前編成の方を紹介していこうかなと思ってます。今回全属性一編成で攻略でき、フレンド戦長はお玉を使っていますので、お宝もたくさんゲットできるみたいな、編成になってます。はい、まあ、なので個人的には一番おすすめな編成になっていますが、まあそのキャラがね結構いろいろ使っているのでなかなかちょっと編成しづらいかもしれないんですけど、そうですね、もし、持ってるよって方はぜひとも参考にしてみてくださいということで早速やっていきましょう。はい、ということでまずは速属性、和属性、心属性編の方から見ていきましょう。編成こんな形になってます。これでね全属性一編成でやっていこうかなと思ってます。まあ、ということでやっていくんですけど、まずバトルの方で火傷が5ターンと腹ペコが来るというところなんですけど、腹ペコに関しましてはまずこちらですね、ブルックの方で、2つ解除できますので、これで解除しましょう。で、まあ、やけどはねできるだけパーフェクト取らずに、やっていただければまあ大丈夫かなということで解除せずにいこうかなと思ってます。でですね、ここでお玉ですね。お玉の必殺技も使っちゃっていいので、お玉の必殺技を使ってください。まあ、これで回復するので、そして上限無視して回復できるので、多分かなりの、体力になるかなと。まあ、そうなることで10万ダメージも、まあ大丈夫かなというところですかね。うん。でまあ超過もまあ火力足りないのであれば超過もまあ使っちゃってもいいかなと。まあちょっときつくなってくる可能性があるので超過も使ってボール弾中に当たるダメージ2倍にすれば多少なりと火力がまあ出るんじゃないかなと思いますので、それでしのいでいこうかなと思ってます。で続いてボス戦なんですけど、遅延無効、防御ダウン、無効、各種毒無効を威圧でスロット影響と。でダメージ軽減が5ターンの左封じが9ターンで、ボスのレベル31から高度変化がありまして、ダメージ軽減プラス1ターンの一定以上ダメージ軽減5ターンの、左列封じがプラス1ターンという形になってます。まず一定以上ダメージ軽減に関しましてはこちらですね。デンジロの方で5ターン減らすことができますので、これで5ターン減らしましょう。で左列封じに関しては、こちらのブルックで封じを6ターン解除できますよということで、これで解除していきます。うん、左列封じは解除していきましょう。で、残り4ターンですかね。残り4ターンは、3ターンは能力解放で解除して、もう1ターンをこちらの波ですね、波で解除しようかなと思ってます。はい、っていう形ですかね。まああとは大丈夫そうですかね。うん、っていう形でやっていただければ。あれ、ダメージ軽減言ったっけ。あ、ダメージ軽減言ってないね。ダメージ軽減がこちらのルフィの必殺技使うのと、まあ、3ターン減らせるのと、こちらのゾロにつけているミホークですね、レベルマックスまで上げればダメージ軽減プラス3ターン分解除できますので、これで6ターン分解除できますよということで、これで解除していきます。はい、まあ、という形でやっていきましょう。であとはゾロの方で攻撃上昇を、2ターンの間上げることができますよっていうのと、そうですね、ルフィの方で、属性相性強化を 2.25 倍にできるっていうのと、ローの方でスロット影響を 2.25 倍にできるのと、初期値を 2.5 倍にできますので、まあ、これである程度しっかり火力は出るんじゃないかなと。まあ、あとあれですね、ブルックの方で基礎攻撃とかも上げれますので、まあ、多少ないとこれでしっかり火力が出て周回できるのではないかなと思いますので、ぜひとも試してみてください。はい、ということで続いては地属性編の方をやっていきましょう。まあ、こちらなんですけど、ここはちょっとねいろいろと、まあ、大変になってまして、まあ、まず一つが、このルフィの必殺短縮がちょっと厳しいというところで、自分は今回こちらのペコムズを入れさせていただきまして、ペコムズで、必殺短縮巻き戻しを、3ターン解除できますので、これで3ターン解除していきますと。うん。
あ、3ターン解除と言いますか、3ターン短縮させますと。で、能力解放の方で今レベル1なんですけど、これレベル2まで上げれば2ターン短縮できます。で、あとはゾロの戦長効果の方で3ターン分短縮できます。で、まあそれで一応3ターンの2ターンで8ターンですよね。で、あとはルフィがあと4ターン必要ですよっていうところなんですけど、まあそのまま全員1でいって最終バトルの時には短縮されると一応思ってはいるんですけど、もしかするとちょっと計算ミスでされない可能性もあるので、その場合は第1バトルの方で必殺短縮を一旦だけ短縮していただいて、まあそれでどうにかなるんじゃないかなと。まあ本当は船効果でね、あの短縮させようとは思っていたんですけど、残り体力1体力効果がねちょっとあるので、今回このねタイガーじゃないとちょっとダメだよねっていう、サーベルコーじゃないとダメですよねっていうところで、ちょっとね全員一できるかわからないっていうところにはなってます。うん。で、まあサーベルでね、一応今回サーベル必殺、あの必須なんですけど、ターン終了時に敵全体に1万ダメージ与えることができますので、まあこれで残り体力1体力効果も解除していくという形ですね。で、能力無、あの回復無効ですね、回復無効はお玉で解除されますし、まあローの方でも解除できますよとっていうところで、まああとはここなんですけど、ここはですね、ブルックの必殺技使うのと、ブルックの必殺技使うのと、お玉の必殺技も、まあ、使っちゃっていいかなと。うん。まあ、使わないでいけるのであれば使わないでいってほしいんですけど、多分使うことになるのかな、ちょっと火力が足りないような気がするので、お玉の必殺技を使っていきましょう。あ、では一つねちょっとね、忘れてたことがあって、このコラソン入れてるじゃないですか、コラソン必要なかったんですよね。なんでコラソン必要ないです、すいません、これ別にいらないです。はい、今言っちゃうんですけど、すいませんね。で、まあっていう形で、まあやっていただければ、お玉の、必殺技と、ブルックの基礎攻撃上昇とか、まあそういうの合わせてやれば、まあある程度火力は出るんじゃないかなと思いますので、まあそれでやっていこうかなと。で、ちょっと待ってください、ちょっとだけ気になることがありまして、ちょっと待ってくださいね。これ防御力上昇とかさあるじゃん、これ、あ、使えるね。ならこれを入れて、もし第2バトル火力が足りなくなったよってなった場合は、お玉の超過も使っちゃっていいと思います。はい、必殺と超過も使っちゃっていいかなと。まあ、このね、ベポ、ブルーのサニーくんがいれば、それでもいいんじゃないかなと。で、ボス戦の時にね、ダメージ量上昇上げてしまうと特殊割り込み入ってきてしまうので、そうなってくると、あのデンジローとかで、ね、ゾロとか必殺使うと、まあ、打ち消しを受けてしまうので、それを解除するためにこのボール弾中に当たるダメージ 1.3 倍にできるサポートのペコムツたちを入れようかなと。うん、っていう形で、ちょっと火力足りない場合はそうしていただけたらいいかなとっていう感じですかね。で、まあボス戦でね、あとは基礎攻撃力と攻撃上昇と、スロット影響ですねがマイナス1ターンされるやつで、必殺玉木もしが1ターンとで、体力が 90% 以下の場合タップ回数制限が来るのと、まあ特定の状態上時にダメージを上昇を付与してしまうと有利効果とか、まあ、蓄積値打ち消しと。で、ボスのレベル31から行動変化がありまして、巻き戻しがプラス1ターンの、戦長効果無効が8ターンの、ダメージ軽減が5ターンという形になってます。ダメージ軽減は先ほど言った通り、ルフィと、ゾロのサポートにつけているミホークで解除しようかなと。で、戦長効果無効はこちらですね、デンジローで5ターン解除できますので、5ターン解除して残り3ターンを能力解放で解除しますと。で、必殺玉木もしも同じくですね、こちらの、デンジローの方で解除しようかなと思ってます。で、あとはね、ゾロの方で攻撃上昇、ルフィの方で属性相性強化、ローの方で初期値上げと、スロット影響上げっていう形ですかね。もうこれである程度しっかり火力も出て、周回できるかなと思いますので、ぜひとも試してみてください。はい、ということで続いては力属性編の方を見ていきましょう。こちらはですね、第2バトルの方で攻撃力ダウンと連和スロットランダム、バリア
と雑魚キャラっていう形ですね。攻撃弾はこちらですかね。ブルックの方で解除しようかなと。はい、こちらで解除できますので6ターン分解除しましょう。でワスロットとレンスロットバリアがランダムで来るということで、まあ、これはお玉の必殺を使って、隣接するスロットをワスロットだったかな。でお玉がレンスロットになるので、まあ、それでどちらかが来ても、まあ、大丈夫かなと。でまあブルックでもレンスロット変換できるので、まあ、ブルックでレンスロット変換してブルックでちょっと壊してお玉最後でタップっていう形でもまあ全然いいのかなと思いますので、まあ、そんな形でやっていこうかなと思ってます。でまあこちらもちょっと火力足りないよってなるのであれば、ダメージ量上昇、防御弾中のダメージ上昇の必殺使ってもまあ問題ないかなと。うん、第2バトルの火力が足りない場合はね、まあという形でやっていこうかなと。でボス戦ではお邪魔スロット変換と状態上無効をスロット固定に一定以上ダメージ軽減が5ターン、戦長効果無効が9ターンの、一定量以上のダメージをゼロにする、まあ、50% ずつしか削れませんよという形ですね。で一旦経過後必殺制限回数が来るという形です。でボスのレベル31から行動変化がありまして、一定以上ダメージ軽減プラス1ターンの戦長効果無効もプラス1ターン、必殺弾巻き戻しが2ターンという形になってます。それはですね、まずこちら、デンジロンの必殺を使いましょう。まあ、これで戦長効果無効5ターン剥がせますし、一定以上ダメージ軽減も5ターン剥がせます。で必殺弾巻き戻しも、2ターン短縮できますので、これで解除できますよと。で戦長効果無効に関しましては5ターンと能力解放で3ターン、そしてサポートにつけているこちらのホワイティーベイの方で2ターン解除できますので、最大でね、なのでこれで計10ターン分解除できますので、31になったとしてもレベルが31になったとしても対処できるかなと。で一定以上ダメージ軽減は残りはこちらのルフィの必殺を使っていただければ3ターン分解除できますので、これで計8ターン解除できますので、まあこれで解除できるかなという形ですかね。はい、でお邪魔スロットも一応ルフィの方で、時速変換、あ、速スロット変換かな、できますし、ローの方でも、時速変換できますし、まあ大丈夫かなとっていう形でやっていこうかなと思ってます。まああとはね、ゾロの方で攻撃上昇の、ルフィの方で属性上昇か、ローの方でスロット影響と初期値上げという形でやっていただければ、まあしっかり火力も出て周回できるのではないかなと思ってます。はい、ということで今回はね、絆決戦 VS シャンクスの事前編成の方を紹介させていただきました。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。